はい、皆さんどうもこんにちは。はい、皆さんどうもこんにちは。はい、皆さんどうもこんにちは。まるです。ということで、今回なんですけども、今回はちょっと YouTuber らしいね、登場の仕方してみたいな。したんだけど、でもあと個人的にあとやってみたいのは、なんかこうやって、つって、ジャンプして空中浮遊する、空中おじさんみたいな。あれやってみたいですね。今度ね、じゃあそれちょっとやってみようかなと思います。ということで、今回なんですけども、今回は、シーズン11が終わってシーズン12が来たということで、そのシーズン12のね、バトルパスのね、解放をね、していこうかなとも思うんですけども、今回なんか、まあ、どんなね、アップデートが来てるのかなっていうのをね、ちょっとこのチョムマロ、この僕が、ちょっと担当させていただきたいと思います。これ無言の無言のこのなでなでタイム見てない。はい、ってことで、今回なんですけどね、今回こちらの画面見てもらいたいんですけど、シーズン12、深海行動、深海がなんかモチーフなんだね。メンテナンス、9時から11時にメンテナンス実施されている。だから多分もう今撮ってる時間が12時ぐらいなんで、多分まあメンテナンスが終わってるということで、深海行動まもなくスタート。深海の秘密を共に解いていきましょう。珍しく漢字読めた。これ合ってるよね。多分解いていきましょうで。深海の秘密、なんかね、今ね、ツイッターの方で、謎解きみたいなね、あるらしいです。ちょっとわかんないから、ちょっとこれ触れません、僕は。はい、触れません、わかんないんで。海底3000メートルにあるお宝を探しましょう。シーズン12限定のアイテムがあなたを待っています。海底3000メートルってさ、人間いたら死ぬよな。絶対人間やったら死ぬよな。どんくらい？いや、多分20メートルぐらいまで素潜り行けるような気がするんだけど、いや、20メートル。東京タワー、いや、東京タワー違うわ。東京タワー何メートルだ ?333 メートルか。それは武蔵か。東京タワー何メートルだ ?333 メートルか。それは武蔵か。ってことで、とりあえず、シーズン12限定の新しいアイテムがあるらしいです。バトルパスをボーナス更新しました。多分これは新しく経過あったってことですね。で、4、初回チャージするとボーナスをゲットする。あ、なるほどね。これいつも通りと同じか。多分グレートとなんか分かれとって、そっちの方選ぶと、高い方選ぶと、高い方じゃなくても、まあ、どっちも選ぶと、ボーナスがもらえますよってやつですね、これ。だシーズン11戦績レポート。え？何？シーズン11で成績レポート。あ、シーズン11の成績は振り返れるのか、普通に。なるほど。夏の締め切りキャンペーンが、6月19日より開催。元金、1288金券の新衣装最大8割 !8 割減で買えるらしいですよ。だから多分ビューティーとか、胸元めっちゃ出てるやつじゃない。俺それだけ覚えてんのよね。荒野衣装で、俺めっちゃ可愛いなって思ってるやつ。大体なんかね、そうなんですよ。なんかちょっと、肌見えてるというか、なんか必然的かなんか自然的かわかんないんですけど、なんか僕が好きなやつ大体なんか裸けてるやつ多いんで、それを覚えてるんですけど、それが多分大体、でも2700金券とか、か普通に買ったら多分、6000円とか結構いっちゃうようなやつでも、8割引きだから、1800円ぐらい。ワンチャンありかもしれない。え、来た！待って！これでありがたいんだけど、ちょっと待ってよ。なんか秘密、まあいっぱいばー、ここら辺、まあ読みましょう。これちょっと長くなるんでね、これ一応読んでください、これ皆さん。ちょっとなんか気になるところだけ、ちょっとピックアップするわ。あと、あ、これめっちゃ嬉しいかもしんない。社交。フレンドリストでフレンドが進行中のモードタイトルを表示する。え？モードのタイトル？あ、なるほどね。団体潜ってたら団体でっていう風に出たりするのかな。これさ、なんかバトルモードシングル回ってますとか出たら俺結構やばいんやけどな、もう。切ってるけど来るやつ来るからな、切り忘れて最初ね。付近プレイヤーの表示方法の内容改善しよう。あ、これはもしかしたらいい方向に改善されてるかもしれない。中プレイヤーが、師匠申請。あ、なるほどね。こういうのもあったんだ。はいはいはい。え、団体競技場とメインストリートの歴史、戦績を増加しました。だ、団体戦とかでキルレとかが測れるような時代になったんや。うわぁ、これなんかありそうだね。これなんか俺のキルレ、なんか団体はなんか5あって、いやでももう今は通常のキルレじゃないから、通常マップのキルレの時代じゃないからみたいな。
今までは大会とかだったじゃないですか。だから次はもしかしたらそのクランとかのその入隊条件とかに団体のキルレいくつ以上とかっていうのが多分もしかしたら出てくるかもしれない。これはこれで熱いね、これ多分。そういうのがあるんだ、やばい。不具合修正めちゃくちゃあるけど全部ちゃんとしっかり直されてる。そっか、おー、なんか新しいムージー、なんかこれなんかあの映画のあれ似てない？いや、そんなことないな。なんか俺、あれ、あ、でもいいや、でも新しい新しい、あ、すごい普通に、あ、毎回そういえばあるよね、これムービー。これで終わりか、とりあえず。あー、でも来た新しいダイヤ。これダイヤ、これなんて読むんや、これ5か。これ5かわかんないけど、あ、プラチナになっちゃったね、これやばいね、これ。だからね、これ、勝たないとね、戦績ランク上がってかないから、そう、一人でやってるとなかなかね、そのランクは上げれないんですよね、難しくて。じゃあ、今回も、皆さんの、知っての通り、魔法の力で課金していきたいと思いまーす。いきましょう。まあ、どうせね、2万円俺課金してるから、もうこれ先にこれ、1万円買っていたら。え？だる？打ち込みや。たまなんかカメラに向かって変顔したくなるときってなんか知らんけど、知らんけど、うん、ぺえんぺ、ちょっと待って待って、アップグレード、あー、でもね、あるよね、これさ、毎回思うんだけどさ、これ1万5000ってさ、バトルバスよ、これ3万円すっからね、これこれさ、普通に3万円くらいすんだけどさ、ほんまにこれ元からこれ3万円くらいす、わかんないよ、な、音からそれぐらいの価値あるかもしんないけど、でもそれなんかすげえなんかさ、見せ方すげえなーって俺毎回思うよな。まあまあ、とりあえずでも僕は買うんですけどね、どうせ。あんま参考にしないです。どうせ買うんで、あんま参考には俺はしないんだけど。ああ、でもありがたいですね、これ。30レベルまで、とりあえず買いました。とりあえずもう一気に行くか。もしかしたらかっこいいスキンが、やっぱ最後の100レベルのところにあるかもしんないから、それをちょっと今から、とりあえず30まで受け取るか。一括受け取り。何があるんだろう、これ。あ、まあ、いつもあんまり見てなかったね。経験値、なんか、紋章みたいなやつ。で、勲章か、勲章みたいなやつ。あとは、なんか、適当にあったりとか。ね、なんだろうね、これ。新しいね、このなんか、右上のやつ。これ、何かがちょっとよくわかんない、これ。ちょっと、まだちょっと何かがわかんない。ってことで、あ、あ、なんか、05、これ、深海バージョンから、なかなか可愛いね、普通に。まあ、とりあえず、ボーナス。え、これで今、34レベルやから、今回は、さすがにも失敗しません。だって言うたら、これレベル34なんで、まあ、いつもね、みんなね、なんか数学できない、計算できない、なんかそのバカだみたいな感じでね、罵ってる人たちいるんですけど、それはダメです。それは誹謗中傷です。いや、誹謗中傷だから別にええやけど、まあ、それでも普通にね、いや、マジで俺、普通に今回は、今日頭咲いてるから、朝ランニングしてきてるから、で、朝ごはんも、もう食べてるから、水食べてるから多分頭回ってる状態なんで、34レベルだから何レベル買えばいいんだ、66か、いや来た、神じゃね、66買えばこれいける、あっぶねえ、なこの1、なんかカウントすなよ、これさすがに 34×66、え、ちょ、34+64、あれ合っとるよな、多分合っとるよな、とりあえずじゃあ報酬だけもらっとくか、これ OK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  で、だからとりあえずオッケー、買いますか。行きましょう。66レベル。買います。行きまーす。はい！金券不足なんやけど。どういうこと？え？待って！え？え？ちょっと待って。ランク 1？ あれ？よ？でもね。あれ？あ！シンプルに金券足りへんわ。シンプルに金券足りへんわ。あれ？なんか値上がりしたと思ったら。金券足りんかった、普通にこっちの計算今回できんかった多分。ってことで66レベル買います。はい、来ました、今回はチャンスと100レベルということで、はい、ボーナスを受け取ると、え、違う意味でやらかしたかもしれん、あれあれこれおかしいぞ、あれボーナス受け取りしたのに、えまさか手動っすか、あ、いや、一括受け取りあるわ、これ。よかった、わ、あ、これが、レベル100のやつかな、もしかしたら。レベル100行った時の深海伝説戦法版。
これかっこいいな、これ。あ、俺こういうの好きだわ。だからさ、このやっぱ外にさ、なんかあのエフェクトでなんかシュイ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 ってのが孫悟空のあの金色のスーパーサイヤ人になった時のあの周りのあの金枠みたいな、あれがいいよね、やっぱり。個人的にやっぱあれが好きだわ。こういうのがあるとなんかすごい燃える。あ、あれ50レベルぐらいの時からもしかしてぽいよね。だからそんな早く出ないもんね普通。これまだあるぞ、これ多分最後に、最後に多分100レベル分の何かが。何もなかったね。何もないね、これ。これね。これ先食っちゃうんだね、これ。なんか、俺、なんか楽しみがなんか、先に来ちゃう感じなんだ。なんか俺結構、後に取っておくタイプなんやけど、これは先に来るタイプなんやね。なんか好きなもんとか、なんか一番後になんか取っておくタイプみたいな。じゃあこれ先来るんや。へえ、そういう感じなんや。まあ、とりあえず、まあ、今回、あとイベントだけちょっとちょろって見ていこうか。イベント何かあるかもしれない。あ、ありますね、やっぱり。通常バトルで回転の宝箱1回あげる、レベル5以上。これ補給パックがもらえるらしいですね、これ多分。期間限定。え、なんか、荒野が全国学生大会荒野インキャンパスシーズン4。なんか学生だけのなんか大会みたいな、多分公式のね、大会がなんかあるらしいんで、これ多分知らない人多いんじゃないかな。なんか学生だけであるらしいですね、基本的に。あんま俺こういうところ見ないからね、わかんないっちゃわかんないんですよね、基本的に。だからもうちょっとなんかわかりやすい風にしたらいいのになと思うんですけど、まあ、なんかサブ的なイベントなんかな、もしかしたら。ああ、シーズン11の成績受け取ってみろ、これ。最後にね、やっぱこれ見よっか。これ多分みんな気になるでしょ、俺のシーズン11の成績。で、シーズン12は頑張るから、ちょっとシーズン11、ちょっとね、最後にちょっと振り返りましょう、これ。シーズン昔、やばいね、これ。王座、王座、王座からの、マスター、ダイヤモンド、マスター、マスター、プラチナ。まあ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 、日に日に落ちていってると。まあ、日に日にネタ枠が進んでるということで、今回はね、まあ12は、まあ、ちょっと頑張ってあげていこうかなと思います。なんかね、またなんか戦績気になるよとか方いたら、なんか俺見れるらしいんでね。なんかぜひコメント欄とかの方であったら、まあなんか人気あったら、なんかまあシーズン振り返りのなんか動画とかでもなんか出してみようかなって思います。ってことで皆さん、この動画良ければ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ってことで皆さん、また、バイチャ。ニャイスのやつら。